はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。不動優勢です。さあ本日なんですが、アルティメット優勢デッキをねご紹介していこうと思っておりまして、新しくねコズミッククエーサードラゴンというモンスターが、診断で実装されましてですね、こいつめちゃくちゃ強いんですよ。あとね赤き竜っていうね、シグナー最強、モンスター、これも実装されまして、まあ、赤き竜とコズミッククエーサーで、まあ、ソリティアしていくというデッキですね。でメインギミックは、勇者シンクロン の, あのギミックを、まあ、元にしてるんですけども、ちょっと OCG とかと違うところはやっぱりあれだよね、聖天の御使いがあの制限カードな代わりにそのグリフォライダーとかがいるので、まあ、一応勇者ギミックだけもうあの引いてる場合でも勇者として妨害ができるっていうところと、あとドラゴバックとかで後手のね相手の妨害とかを踏んでいけるっていうところが、まあこのデッキのいいところかなと思ってますね。でそこにあのディアベルスター、この財宝からとディアベルスターと、あとこのスネークアイのギミック入れてまして、まあ今回それ以外入ってないんだけど、これなんでかっていうとジェットシンクロンをリクルートできるんですね。だからイコールジェットシンクロンなんですよ、ディアベルスターが。まあちょっと手札コスト思うんですけど、なので、まあ、ディアベルスターイコールジェットシンクロンでやる、しかもレベル7とディアベルスターがいうことで、まあ、例えばですけどもレボリューションシンクロンとか、あとウララとか、この辺と組み合わせるとですねレベル10のシンクロが出てこれるので、なんかフルールドバロネスとかを一回出してから、なんかその相手の妨害牽制しながら展開できるんですよね。これがやっぱりいいところ。結局なんかスピーダーを整列した時になんかすごい盤面ができるのは、あのシンクロンデッキってそれはどれでもそうなんですよ。で結局ジャンクスピーダーの効果を通すためにどうしていくか、相手の誘発を打たせるとか、あと誘発を打たせないように妨害を先に構えておくとかね、これができるから、まあ、このデッキは強いかなと思ってますね。はい。で盤面をなるべくね、最終盤面をなるべくねロマンに寄せてまして、はい、今回出るモンスター全部ご紹介します、最終盤面に。まあちょっと妨害をね、相手の妨害をケアするための初手のカードとして、まあ、バロネスとかディスパテルは出るんですけども、基本盤面、シューティングクエーサードラゴン、進化の光、天地創造劇、ザ・クリエーションバースト と、コズミックブレイザードラゴン、さらに、先行神竜、成功神竜、スターダストシフル、これです。このレベル12の、リミットオーバーアクセルシンクロおよびデルタアクセルシンクロ、このモンスター3体を出すことを目的として今回は、デッキを組んでいます。はい。まあ、ちょっと展開動画をね見ていただければわかるかと思いますので、早速やっていきましょう。このコズミッククエーサーと赤き竜が強えんだ。とにかく赤き竜、このモンスターこれね、まあ、ちょっと今回これ入ってたけどみんなもさ、ちょっとこれ使い倒してさ、このカード禁止にしてくんねえか。うん、頼むわ。デュエルスタンバイ。はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。編集中の竜です。ドロバケアで財宝狩り、ドローフェイスに打つ。これちょっとですね、声を録音するのを忘れまして、ちょっと編集中の声でお届けをしております。で黒魔女ディアベルスターの特殊召喚で、増字切って特殊で運命の旅路と黒魔女ディアベルスターの効果を発動しまして、無限法要がぶち込まれていく。痛すぎ。これね、ディアベルスターに結構ね、こうやって無限砲弾打ってくれるじゃないですか。まあ、そうすると何が起きるかっていうと、スピーダー君へのね無限砲弾とかをケアできるという話がありまして、で一旦バロネス出してから動けるんで、こういう場合はまずですね、ここでバロネスを出しまして、でこれ以降の、まあ、誘発をケアしていきます。先出しバロネス強すぎて、で聖殿の水使いを持ってきながらジェットシンクロン送って、で水使いの効果、アラメシアの儀持ってきてレベル4のシチューナーを用意、最強でジャッジシンクロン効果、手が1枚ぼちょくって特殊召喚、レベル4のシチューナーにレベル1のジェットシンクロンをチューニングしていく。これで史上最強モンスタージャンクスピーダーシンクロ召喚効果、チューナーを好きなだけ出せるということで5431出していきます。でイルミネート持ってきて、でスターダストモンスターがいないとイルミネートで特殊召喚ができないので、まあ、これはどっちでもいいんですけども、アクセルシンクロかスターダストドラゴンどっちかを、まあ、ここに出していくと、でスターダストイルミネート効果とデッキからトレイル特殊召喚で、一旦ですね、史上最強モンスターかけるよう出していく。ちょっと早かったらね 0.75 倍速とかで見てください。そうすると俺の声がめっちゃ遅くなるけどでシンクロワールドの
効果を使うとなんかシンクロ召喚するためにカウンターが2個乗って、カウンターを取り除くと自分の墓地のモンスター蘇生できるっていう効果をなんか単位制限なく使えるんですよ。これ最強ですね。でレボシンをレベル1で蘇生しまして、未来を切り開く力フォーミュラシンクロを特殊召喚でカードを1枚ドローで、まず、3体のモンスター使ってシンクロ召喚してコズミッククエストをしていく。そして赤切りの効果、集いし星が一つになるとき新たな絆が未来を照らす光さスピッシュアレリミットオーバーアクセルシンクロー、あれあれよシューティングクエスタードラゴン。後付けで召喚工場をぶち込みました。そして、自分の、フィールド上のコズミッククエスタードラゴンの効果、このモンスターもインチキリミットオーバーアクセルシンクロができますので、コズミッククエスタードラゴンを、リミットオーバーで出していきます。で2体連続12シンクロ2体インチキ召喚を出すっていうね。でカウンターを7個取り除くと自分の墓地のチューナーを蘇生できるって効果ありまして、でフォーミュラシンクロの特殊召喚で、スターダストシンクロの効果、自分を墓地から特殊召喚するとスターダストレイルが戻ってくる。そしてトレイルに、レベル4のスターダストシンクロをチューニングし、アクセルシンクロスターダストドラゴンを特殊召喚、効果発動、自分の墓地のレベル2以下のチューナーを特殊召喚、さらに、レベル8のアクセルスターダストに、レベル2のフォーミュラシンクロをチューニング。うお誰誰お前誰で、コズミッククエスタードラゴンを特殊召喚して、さらに、このカウンターを取り除くとさらにまたチューナーが特殊召喚できるため、これでフォーミュラシンクロも特殊召喚でホイールシンクロの効果、レベルをなんか4個ぐらい操作できるのでこれ2個操作しましてレベル10でもう1回赤切りを特殊召喚。これよこの動き、こうするとですね相手のターンでまた赤き竜が出せますんでね。で財宝狩りの悪魔とかいうカードを発動されましたんで、まあ、これ一応ね、まあ、うららを打って無効化していく。まあ、ディアベレスだろうね、リクルート効果にあのうらら打っちゃいいみたいな話なんだけど、まあ、ちょっと面倒くさかったんで打ちまして、まあ、無効化効果余ってるんで大丈夫です、これ結構。で、赤き竜の効果、レベル12シンクロモンスターを、対象に変身する効果は無限保養と言われるの で、バロネスの効果を使って無限保養は黙れて言う。赤き竜のね、弱点は無限保養なんで。ここの絶対破壊神よ、神域より前より終焉をもたらせ、エンバリューをレッドデーモン絡めて効果。相手はこのターンフィールドで発動する効果全部無効化されます。あ、てか発動できないのか、フィールドで発動する効果は何も使いません。終わりました、遊戯王終了の知らせ。ジャッキの魂強すぎて笑ったといったところですね。優勢シンクロン系ってほんとね、ソリティアが長すぎてね、すぐ時間なくなるんだよね。それが一番やばいところね。で、運命の旅路の、効果発動して、これ一応ね、勇者ギミック、アラメシアのギーと、あと、それから、水使いから入ると、結構強いんだけど、まあ、それがなくても、一応運命の旅路の効果があれば、あれです。レベル4の飛中難は用意できるので、それをね、効果をやっていくっていう、そんな感じですね。で、水使いを、加えて水使い墓地を送ると、そうすると水使いの墓地効果が発動してこれ除外すると、アラメシアが持ってこれるというところですね。はい。で、アラメシアの、池の効果を発動しまして、でこれ増地打たれるからこれうらら一応ぶん投げまして、これさ、俺新規カードのうららじゃないの意味わかんないの、これ新規カードのイラストか、新規イラストのうららゲットしたのになんか急になってるのこれ。で、ジェットシンクロンをシチューナーにシンクロして、これ誘発ケア何もしないんですけども、ジャンクスピーターの効果を使って、まあ無限保養だったら関係ないからね、無限保養だったらもうちょっと意味わかんないことが起きるんだけど、まあ一応これ通ったということで、まあ、スピーダー展開ね、こんな感じで、まあ一応スピーダーが通ればこうやって、5体ぐらいモンスター出てくるんで、まあこっから先と同じような展開するんですけども、一旦ヒチューナー扱いになれるホリユーシンクロンでスターダストを出して、でイルミネイトの効果を起動してもう一回ヒチューナーを用意と、ヒチューナーをね用意するのが意外と大変なんで、シンクロンデッキはね。で、赤き竜を爆発させて、で、シンクロワールドを持ってきます。シンクロワールドがマジで強くて、本当にこれ大変じゃないんだよ、これ。だからもう連続シンクロするデッキは、ほんとシンクロワールド一択みたいなとこある。で、これジェットウォーリア出して、で、ウォーリアーシンクロンモンスターの効果、シンクロさんになると、スターソレイルがトークン出る。で、これ、レベル1の、チューナー、これどっちでもいいんですけど、まあ、レボリューションシンクロンとか、ジェットシンクロンとか、これ蘇生しまして、で、フォーミュラシンクロを出していく。こんな感じですね。はい。で、ワンドロー。で、ゴーゴーニー、まあ、ゴーゴーニーを作ると、リミットオーバーアクセルシンクロができるんで、うわっ、未来の光がどうのこうの、コズミッククエスタードラゴンをシンクロ召喚。で、さらに、赤切りの効果。コズミッククエスタードラゴンを対象に、レベル12のシンクロモンスターを、エクストラ機からインチキ召喚。現れよ、シューティングクエスタードラゴン
かっこいいすぎ。でジェットシンクロン蘇生しまして、これコストですコスト、でこれ、ね、スタダロンの効果を使いまして、これリリースするコストがいるんでね。でジェットシンクロンをリリースして特殊召喚してトレイル効果で墓地から蘇ってくると。はい。でカオスルーラーがいるときとかはね、結構もう一体レベル8のシチューナー用意できたんだけど。でアクセスシンクロンストラストラゴンの効果でまたチューナーを特殊召喚していく。でまあ、とりあえずディスパテルを、出して、でディスパテルでまた除外ゾーンのモンスターを蘇らせるみたいな感じですね。でね、まあ、シンクロワールドを見てもらったら分かる通り、12個ぐらいカウンター溜まってるんですよ。だからこれをなんかそのカウンターを取り除く効果をなんか何回も使ってなんか盤面にモンスターをいっぱい用意するみたいなイメージで、コズミッククエーサーの効果によってまたインチキシンクロして、ウィーってやってコズミックブレイザードラゴン出す。でアクセシンクロンの効果発動して除外ゾーンのコズミッククエーサーを戻す。はい、どでかいモンスターもね除外されてるから戻せるという話ね。でホエールシンクロンの効果、除外するとレベルを操作できるということで、2個下げましてレベル12、レベル2をシンクロ、召喚していって赤切りを出す。で赤切りはね行ってこいで使えるん でこれ16溜まってますから今。ありえん量の、時間がないまだねこの時ねあんま慣れてなくてね、どれ蘇生すんだっけってなってんだよね。で、これで、ね、スターダストシンクロの効果を除外ゾーンから呼び戻し、で自分の墓地からシンクロモンスターを蘇生する効果を使いまして、カウンター取り除くのも、ね、結構めんどくさいっていうね。はい。でジャンクスピードか、ジャンクスピード特殊召喚10個取り除くとシンクロモンスターを蘇生できるんで、でスタラスシンクロの、レベルを上げて、で55でバルネス出していくと。はい、こんな感じですね。まあ、これが一応最終盤面ではある。で自分の墓地からチューナーモンスターを特殊召喚できるみたいな効果あるんだけど、まあちょっと時間がないからもういいやみたいなでカラミティ出した方が基本的に強いんですけど、カラミティダサいじゃないですか、なんかということでスターダストシンクロを出していきます。かっこいいでしょこれ。おい見てこれ、このユウセイ君の魂の12シンクロ3体並んでるからこれ。まあちょっと全然関係ないモンスター2体ぐらいいるけど。で増援の効果発動されて、なんかいろいろサーチされる。でマナでもリームハート、まあマナでもですね相手。まあ、一応ですね、カラミティを発動するとこの辺のカード全部無効化できるんで、カラミティ出した方が強いです、基本的には。カラミティ出した方が強いですけど、やっぱロマン求めたいやん、男なら。カードは拾ったって言いながらスターダストシフル出すっていうね。カードは拾ったって言いながらスターダストシフル出すのやばいわ。で、プリズマの、あ、で、賛成の際打たれて、そう。賛成の際とか激ヤバカード打たれて、で無効にして、コズミックレブレザードラゴンの効果で、はい、そう、再無効。で、リムハート召喚されて効果起動されるので、ね、これ結局ねあれなんだよね、揃っちゃってビシャスアストラウドの素材が。こっちちなみに残り7秒でマジで焦ってるんですね。リアルリュウさんやばいやばいやばいって言ってるこれでアストラウド出てきた。でフィールドのカード破壊するって効果あるんだけど、破壊されないよ。一ターンに一度シグルの効果でフィールドのカード一ターンに一度破壊されないっていう効果ありまして、でこれ一応、ディスパテルで相手の、あ、じゃあ自分のか、自分のカードを戻して破壊するんだけど、相手のカードはで俺は破壊されないという感じで、残り2秒ね、エンドフェーズ。マジで危ない危ねえ危ねえクソ危ねえクソ危ねえマジで本当にね、これどこに妨害当てようかみたいな考えてるとね、なんか時間がなくだから、本当に脳死でカラミティ出した方が皆さんはいいと思います。はい、カラミティ早く禁止しろ。無敵スピーダー展開って皆さんご存知ですか？無敵スピーダー展開をね、ちょっとね、今回見せていきたいなと思うんですけども、アラビシアの儀とジェットシンクロンがあるときに使えるコンボで、運命の旅路を発動して、ジェットシンクロンを召喚する。で、運命の旅路の効果発動して、ドラゴバッグを持ってくる。で、なんだっけ、グリフォンライダー。はい。グリフォンライダー持ってきて、ドラゴバッグ捨てる。で、効果。装備して、で、ドラッグバッグを、ドラッグバッグじゃない、グリフォンライダーを特殊召喚すると、レベル7の、チューナーとレベル1のチューナーが、用意できるんで、ここでアクセルシンクロスタラスドラゴンを出して、蘇生、ジェットシンクロを。これでちなみにアクセルシンクロスタラスドラゴンの効果に無効って言われても、ジェットシンクロの蘇生効果あるんで、一応スピーダーまで上げます。で、ジェットシンクロ特殊召喚。で、そうするとアクセルシンクロスタラスドラゴンの効果で、スターダスト出しながら、何の効果も受けない、ジャンクスピーダーが爆弾するんで、これが無敵スピーダーってやつですね。で、スピーダーの効果、これで、うららとか無限保養とかは効きません。スピーダーにね。で、スピーダーの効果を起動しまして、ジェットシンクロの効果を起動しないと。
で、5431。基本的にね、なんか盤面埋まってるときは5431って覚えていただければ大体大丈夫です。5431出すと、大体なんとかなる。はい。アクセルじゃねえや。アサルトシンクロンだけはね、ちょっと何かもうどうでもいいから後でいいみたいな話。で、赤き竜の、をまず一回シンクロ召喚しまして、はい。こちらにね、初手の方にね、シンクロワールド貼れると、なんかカウンターがね、行かれた個数になるんだよね。カウンターの個数、行かれ散らかしてる個数になるので、それはまあまあ強いというね。で、トレイルを特殊召喚して、で、また5の、シンクロをしていくという感じですね。で、トレイルの効果でヒチューナが生まれて、ジェットの、蘇生が入るって感じか。はい。で、こうですね。で、フォーメラシンクロンを特殊召喚して、で、552で、いつもの通り、12シンクロですね。下ろしていくという感じ。あ、で、ちなみに一応ね、このシンクロワールドが腫れてるんで、なんか中な足んねえなみたいな時はね、このシンクロワールドの効果で中な出せばいいから、墓地から。で、シューティングクエスタードラゴンを、リミットオーバー、アクセルシンクロ、かっこインチキシンクロ召喚。で、さらにインチキシンクロ召喚。このなんか2連続インチキシンクロ召喚やばすぎ。2回連続インチキでシンクロ召喚ね。で、ジェットシンクロの効果、蘇生しまして、で、スターダストトレイルが呼び戻されるみたいな感じか。あ、中南蘇生してるわ。なんか、あ、どうすんだこれ。で、これ、めっちゃめんどくさいんだよ、これ。カウンターと届くの。はい。で、フォーミュラ特殊召喚。で、あ、重心化するのか。で、これでディスパテルを、爆弾させまして、アクセルとフォーミュラシンクロね。まあ、これカウンターがね、なんか死ぬほどあるんで、なんかそのミスってもなんかなんとかなります、これ。大体。それがいいところ。なんかあれどうするんだっけってなって、もうなんか強引になんとかなるみたいな。で、トレイルが、爆弾しまして、で、一旦、なんかよくわかんないけど、とりあえずハンデスおじさん出しまして、で、これ2回ハンデス一応できます。一応ね、2ハンデスもできる。一応ね。まぁ、ちょっと今回はロマン盤面目指しているんで、まぁ、そういうことはしないというところですね。で、ここで、さらにチューナーが呼び戻されて、はい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 、と、はい。なんかもう、これがね、マジでめんどくさいんだよね、この作業。で、チューナー特殊召喚。で、一旦、バロネス出して、8-2 で。めっちゃもったいないけど、サイクレームオメガ使うの。はい。で、もう一回チューナー蘇生して、はい。で、これ、連打ね、これ。アルティメット連打。で、フォーミュラシンクロン。フォーミュラシンクロン過労死すんの、これ。で、レベルソーサーホイールシンクロンのを使って、レベルを、2下げて、で、もう一回赤き竜出すと。なんかね、大体この盤面になれば大丈夫だから。はい。で、オメガの効果で一応戻せんだけど、これはとりあえず、後でいいやってなって、で、赤き竜の効果使って、はい。シンクロ召喚で、カラメティ出した方がいいです、基本的にはね。まあ、スタラスシール出した方がかっこいいから、こうしてんだけど。この盤面、かっこよくない？やばいでしょ。で、やばいこと起きるのはね、ここからなんだよね。で、アルティミットスレイの効果発動します、相手がね。で、バロネスが、ってこれモンスター効果チェーンできないんだよ、俺。これモンスター効果チェーンできないカードで、普通にバロネスが戻されました。で、カード1枚セットと。で、そのセット何ってなるじゃん。そのセット何ってなるじゃん。で、これね、アレバスだったんだよ。これやばい。もうほんとやっていいことと悪いことがある、これ。マジで。これね、これやっていいことと悪いことあるから、本当に。これちなみにカラミティ出してでも、これはできるから、カラミティ出してたらアルティミットスレイが一応、何なくなるくらいで、これおかしくない？これやっぱり、これアルバレラテスとかいうモンスター絶対おかしいんだよ、これ。融合召喚条件いかれとるやろ、あれ。納得できないよ、これ。カラミティ出してでもカラミティで座れるのは確定してるからね、これ。うざすぎる、あまりにも。だからこれ反転しろってことなんだろうな、これ。これね、環境的には反転しろってことなんだよ、多分。あの超絶かっこいい盤面が全勝されるっていうね、アルバスセットだけに。ちなみにもう一瞬でゼロ妨害になりましたので、なんか5、6妨害があったんですけど、なんか一瞬でゼロ妨害になりまして、でアルビオンが、爆弾しまして、で、3000と2500今打点が、で、ルベリオンの効果使われまして、2500が、追加されますので、人生終了と。やっぱさ、アルバレラテスとかいうモンスターのテキスト考えたらおかしいだろ、あれ。
ドラゴン族に何の恨み持ってんだよ。本当にもう本当ドラゴン族恨み持ってのバスタープレーターだけにしようみたいな話あるよな。こと終わりです。はい、これは先行ゼロ妨害対戦ありがとうございました。